津幡町でよく来るところといえば、まあ、シグナス来るんですよね。夏の成人式とか高校野球の抽選会とか、まあ、年1回2回は来るなというイメージなんですけど、津幡からお送りするなんだこれ、結構ね道路も広くてなんか住みやすそうな町だなという感じでね、現在の気温は2度でございます。歩き始めて間もなく最初のなんだこれを発見。津幡町、横浜です。津幡町なのに横浜でございます。横浜黄昏がれホテルの小部屋ですよ。ふんふんじゃないんだよ。なんだこれ、初めて歌声聞いた。なんて書いてあるの。変なワンちゃん。変なワンちゃん、なんだこれですね。変って何。変なワンちゃんウエスト。もう疑問しかない名前のお店、早速伺ってみます。変なワンちゃん、はい、という看板に惹かれて来たんですけど猫ちゃんですね。ここ変なワンちゃんウエストはペットのトリミングサロン&ホテル。ホテルは1泊3500円からで、常連さんも多いとか。オーナーの田上さんが2001年にオープンさせ、20年以上にわたり多くのペットたちのお世話をしてきました。変なワンちゃんウエスト、その心は。どうしてこういう名前にしたんですか。そうですね、私ものれん分けしてもらって、はい、自分修行してたお店からのれん分けしてもらったんですけど、はい、そこで私の先生から聞いた話だと、はい、ワンちゃんって耳が立ってたり垂れてたり、はい、ひげが長かったり短かったりで、首が長かったり短か胴が長かったりとか、変なのっていうことで変なワンちゃんって名付けたって聞きました。じゃあ個性みたいな意味です ね、 ですね、変なっていうのは。そう、ウエストってあったんですけど、はい、ここって津幡ってどっちかというと石川県では東の方じゃないですか。ウエストは実は私の旧姓で、西って名前が苗字だったんで。お話を聞いて納得ということで、変なワンちゃんウエストでした。なるほど、なんだこれ。続いては津幡町の中心部へ。ここが津幡町の津幡、ここは中心なんですかね。この辺りがなんかいっぱい張り紙がしてあるお店、本屋さんだけど文具事務用品ごみコピーサービス、英語、音楽、すごい何でもやってますね。見るからに地域からの信頼が厚そうな書店。おそらく歴史も相当長いのではないかということで、津幡のなんだこれを聞いてみましょう。北陸朝日放送なんですけど、ちょっといいですか、お話聞いても。そんなお話や。津幡で歩いて、なんかいろんなお店見てもらったり、街のことを教えてもらおうと思ってるんですけど、はいはいはい、看板娘でいらっしゃる。看板バカ。今おいくつですか。87。87歳。お休みなし。そうですか、そうですか。この方が菅井書店の酒井和子社長。この場所に立ち続けて60年以上のベテラン看板娘です。本屋の前は八百屋さん。へー。おじいちゃんの本の前のおじいちゃんが八百屋さんやって、そして加賀爪に漢字の菅井って本屋があったんや、はいはいはい、そこを売りに出たもんで、こうやってこうやって子供でも菅井って漢字で読めんから、カタカナに菅井にしたの。じゃあ随分歴史のあるお店なんですか。102年。102年。これはすごいなんだこれが聞けそうな予感です。あの若い子ら知っとくかね。 あんたたちおいで。津幡の方2人と。津幡です。そうですか。じゃあここで鉛筆とノートを買って育って。あ、そうですね。そうですか。私は、保育園の時から通ってます。そうですか。、はい、でそれで全然変わってないです。あ、そうですか。
もみの木カフェ、はい、あのベルギーワッフル売ってるお店、はいはい、まあ、やっとるかな、オリンピック優勝したあの川島兄弟がすごい通っとるお店らしくって、川島姉妹がちょっと、はい、通っとるお店らしくて、なんだこれ、あの川井姉妹御用達ということで早速向かいます。おしゃれですね、ここですね、こんな噂の、オムライスとかも美味しいとかあるし、ベルギーワッフルですね、はい、間違いない。こちらがもみの木カフェです。撮影いいですか、ちょっと坪田の街に取材してまして、河合姉妹が大好きなワッフルがあるっていうちょっと教えてもらってきたんですけど、フレーの中にチョコレートが入っているワッフルがすごい好きで絶対買われるんですけど、はいはい、あとはリクエストでこういう愛犬のひなちゃんとあんちゃんで、はい、うちはベルギーチョコとあんのミックスで、これはきな粉とバニラシュガーのこれも、はい、愛犬のお名前にちなんだワッフルを開発されたっていうことですね、はい、こちらはベルギー出身のご主人が作る本場ベルギーワッフルが楽しめるお店です。お名前聞いてもいいですか。ロンさんロホンさんによる本場ベルギー仕込みの生地と木下さんのアイデアが詰まったワッフル、いただきましょう。初めて食べた感じの和なんですけど洋なんですけど、あのもちもちでもっと固めかなと思ったらやっぱり焼きたてはこんな柔らかいんですね。ちょっとあんこの存在感が大きめですよね。で後からこうチョコレートが追っかけてくるみたいな、びっくりしました。ぜひ食べてほしい。なんだこれです、本当にすごい美味しいです。なんだこれ、やっぱり商店街かなと思いましてね、津幡中央銀座商店街で犬のマークキャラクターですね、はい、やっぱり津幡というと街中は犬なんですね。ドン、商店街の店先にはそこかしこに犬が、ここはいっぱいいます。ワンちゃんなんだけどうさぎ年だからでしょうね、みんな耳がついてますね、はい、犬の置物は津幡町の岡本七郎さんが手掛けたもの、可愛いと評判で置かれたということですが、実は理由がもう一つありまして、1944年大雨で町内にある池の堤防が決壊しそうになっているのを一匹の犬が住民に吠えて知らせ、被害を最小限に抑えたという話が残っています。忠犬を称えて作られたのですね。そして可愛い、ね、はい、かわいい、いやなんだこれ、あったな、うん、あれあれちょっといいですか、あれ何あれ、インドネシアより外国産クワガタ直輸入という自動販売機なのかな、クワガタの自動販売機、なわけないですよね。だここのお店がってことですけど、ちょっと交渉してみます。直輸入ってすごい。どうだったんだろう。何喋ってる。なんだこれ。オッケー。あ、ダメか。ちょっとあの。担当者の方はいらっしゃらないということで、はい、気になった方は調べてみてください。なんかちらっと見た感じすごい魅力的な場所だったので、興味のある方はぜひ津幡町から、なんだこれでした。